この動画は2019年度センター試験数学1、数学 A 第3問、括弧1、括弧2までの解説です。第3問は、赤い袋には赤玉2個と白玉1個が入っており、白玉には赤い玉1個と白玉1個が入っている。最初にサイコロを1個投げて、3の倍数の目が出たら白い袋を選ぶ。それ以外の目が出たら赤い袋を選ぶと書いてあります。こういう問題の場合にはなるべく、視覚的に、つまりイラストを描いて、問題の理解を深めるようにすると回答がより近くなると思います。ではそのイラストはどのように描いてみたらいいのかを、見てください。このような形で、赤い袋には赤玉が2個、白玉が1個、白い袋には赤玉が1個、白玉が1個、サイコロの目の1245が出た時は赤い袋を選ぶ、3の倍数の目36が出たら白い袋を選ぶ。その時の確率は、赤い袋のサイコロの目が1245であれば3分の2、6分の4だから3分の2。そして白い袋は、3と6、目が2つですから6分の2イコール3分の1となるわけですね。ここまで理解をしたら、まず括弧1の問題を見てみましょう。1回目の操作で、赤い袋が選ばれ、赤い玉が出される確率です。赤い袋が選ばれる確率は、サイコロの目で3分の2と分かっていますから、回答しましょう。1番ですよ。赤い袋が選ばれるというのは3分の2かける、その赤い袋の中に、この3分の2は赤い袋が選ばれたという意味ですよ。そしてその中に、赤い玉が、見てください、2つです。3つのうちの2つですから、赤い玉を選ぶ確率は3分の2。これは赤が2で、白が1から来ているということですね。ということで答えは9分の4になります。この9分の4、マークは赤が4。そして、E が9というふうになります。次は、白い袋が選ばれ、次に白い袋が選ばれて赤玉です。この場合、白い袋が選ばれる確率が3分の1、こちらですね、こちらの上のところ、白い袋が選ばれる場合は3の倍数の目が出た時ですから、6分の2で3分の1、このままにしておきましょうか。3分の1、これは白い袋です。そしてその中に、玉はどうなっていたのか。赤玉1個、白玉1個ですから、白玉は2分の1の確率で出ます。ということでこちら2分の1、答えは6分の1が出てきます。さて、そこでマークです。ウに入るのが1、エに入るのが6となります。では、カッコ2に移りたいと思います。で、カッコ2の問題を解く前に、カッコ1って一体何だったか。これを考えることで、カッコ2の問題が簡単になるんですね。実は、カッコ1の問題っていうのは、赤玉が出る確率だったんです。両方とも。赤い袋を選んで赤玉の出る確率、白い袋を選んで、 B は白い袋、白い袋を選んで赤玉が出る確率、共に赤玉なんです。つまり、カッコ2の問題、カッコ2の問題は2回目の操作で白い袋で行われる。ずらしますね。2回目の操作では白い袋でという意味です。これ実は先ほどの括弧1は1回目の操作で赤い玉が出ていますから、赤い袋からスタートするんです。括弧1の答えって、括弧1は赤玉が出てるので、出ているので赤い袋スタートなんです。
つまり括弧2の問題は白い袋で行われるだから余事象なんです。ポイント、ポイントはどういうことなのかというと、ここは括弧1の余事象、余事象ってわかるかな、つまりどういうことなのか、1から括弧1の赤玉が出るという確率を引いてしまえば、これでいいかな、引いてしまえば答えは1は確率の全てが1という意味なので、答えは白い玉が出るということを意味しています。ということからイコール1マイナス括弧、赤玉がまず赤い袋を選んで出る確率が9分の4でした。赤い袋で赤玉9分の4足す白い袋を選んで赤玉が出る確率6分の1です。6分の1ともにこれは赤玉が出ているわけですね。赤い袋から赤玉、白い袋から赤玉、それを全体から引いてあげれば当然白い玉が出るという意味になるので、1マイナスこちら36分の16プラスここは36分の6になりますから、答えイコール1マイナス36分の30、あ、ごめんなさい、22ですね。ということで答え18分の7が出てきます。ここではマークに入るのは鬼7、そして1が火、木が8になるわけです。簡単にもう一度確認のためにお話をしておきますけど、括弧1の問題って赤い袋から赤玉が出た、白い袋から赤玉が出た、だから括弧1は次に2回目の操作は赤い袋からスタートしなければいけないんです。でも2番目は白い袋からスタートだよって言ってるということは、括弧1で出た答えの1から引いた答え余事象になるんだという意味になります。こちらのところをしっかりと押さえてもらえると嬉しいかなと思います。